構わないと思います。ぜひ書いてください。写真撮るだけでもいいと。ここでヘイトスピーチが行われた、それに対する反省の気持ちでここでやるということでしたので、じゃあぜひ一緒に参加させていただきます。中山さんは尾長さんに支えられて、普天間基地は県外移設の運動も強く批判したと思うんですよ。でも中山さんが県外で引き取ってくれと言ったときに、スパイトゼロとか琉球人がデビューってとか、そのデモの中に尾長さんがいらしたそうです。私はそのことを知りませんでした。なんか出てこないみたいなね、そういう状況だっていうのは、まあ先ほどスピーチされた方、お話しされた方もおっしゃいましたけれども、形式的にさえ問題に向き合おうとしない、そういう状況になってきているということを、やっぱり私たちはこう直視をしなきゃいけないなと思っていて、で飛ばされたわけです。外国道、非国民、日本から出ていけ、ゴキブリウジ虫、そうした言葉が沖縄から人々に、沖縄から足を運んでこの場所でデモをしている人々に向けられた罵声が飛び交い、今で言うならヘイトスピーチが飛び交い、そしてそれを一心に向けながら沖縄の人々がこの前を行進したわけです。みんな黙って歩いてました。何の反応もなかった。で、私はこの日の記憶というものを後に様々な媒体に書いて